大きな目標を掲げて、挑戦してもそれは到達できない、あるいは成功できないということを、後悔する人はたくさんいるとは思うんですけども、そうした失敗したこと、あるいは成功しなかったことへの後悔よりも、人生を振り返ってみて自分の夢が小さすぎたことを後悔することの方がやっぱり重要ではないかというふうに思います。だから人生の扉を閉じた時にですね、長年生きてきたけども、何十年も生きてきたけども、自分の持ってた夢は小さすぎたなというような後悔だけは残したくないという気持ちを強く持っております。その時点では、まさかと思うほど、大きな夢に感じられることであってもですね、時間を経って経験を経て実績を積み重ねていくと、それほど大きな夢であったり目標でないことが多くなるんですね。ただその時点では自分にとってはとても到達できない困難なことのように見えることが多いということですね。むしろ戦うべきはその脆弱な精神力ですね、ひるむ心、失敗したくないと恐れる心ではないかと思います。あるいは小さな成功で慢心してしまう心であろうと思います。また挑戦を避けることによって成功したことしかないというふうな小さな夢の中に生き続けることの残念さであろうかなというふうに思うんですね。いかに数多くの真剣勝負をこなしてそれを乗り越えていくかということが、やはり人生の成功の道だと思うし、コツコツとした努力のやはり蓄積、これを積み上げることによって、いつの間にかその素人がですね、馬鹿にされた素人がプロフェッショナルへの道を歩むことができるようになるということですね。能力的に短期でマスターできないものはやっぱり時間をかけてやるしかないのであって、神のごとくやはり、前進していくということが大事だと思いますね。コツコツとやること、それから、失敗したり一旦ゼロに全部戻るようなことがあっても、もう一回ゼロからやり直すぐらいの気概を持っていることが大事なんじゃないかと思います。だからそうしたしぶとい粘り強さも大事であるということ、根本にはやっぱり大きな志を持っていることが大事だと思います。簡単に諦めないことが大事です。